江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら北の話なんですけれども、北朝鮮外相の日朝対話拒否に韓国のですね元高官がむしろ関心があるという暗礁だというふうにね分析してるんですよ。はい、まあ、こちらと韓国が伝えている記事と一緒に韓国の反応も伝えていきたいと思います。まずは記事の方から行ってみたいと思います。北朝鮮のチェ・ソンヒ外相が29日、拉致問題の解決に向けて引き続き努力するという日本の岸田文雄首相に対し、解決することがない問題に執着し、最後まで固執する理由について理解できないとし、冷やさ対話の意思がないと重ねて明らかにした。チェ外相は、同日、朝鮮中央通信を通じて発表した談話で、前日、岸田首相が、日朝様の様々な懸案解決のために努力すると述べた点を取り上げ、このように述べた。彼は、私たちは日本が言う拉致問題に関して解決してあげることもない。それだけでなく努力する義務もなく、またそうする意思も全くないと強調した。続いて、冷やさ対話は私たちの関心事ではなく、私たちは日本のいかなる接触の試みに対しても許容しないとして、26日、キム・ヨジョン労働党副部長が明らかにした冷やさ交渉未推進の意思を再び表明した。それとともに、日本が私たちの主権行使を妨害し干渉することに対しては常に断固として対応すると強調した。これは北朝鮮の不法な核ミサイル開発を問題視するなという意味だ。同日、リ・リョンナム中司国北朝鮮大使も、前日、中司国日本大使館関係者が電子メールで接触してきたと主張し、私たちは日本側と会うことはないと述べた。外交上の接触経路と方式まで一方的に公開したのは異例のことで、日本が繰り返し対話を提案しながらも、拉致被害者問題も繰り返し言及すると、北朝鮮がこれに不快感を示したものと見える。これに先立ち、キム・ジョンウン国務委員長の弟であるキム・ヨジョン労働党副部長は25日に発表した談話で、岸田日本首相がまた別の経路として、可能な限り早い時期にキム・ジョンウン委員長に直接会いたいという意向を伝えてきたと明らかにした。また、別の経路とは、以前の冷やさ裏交渉とは、別の窓口で、可能な限り早い時期とは、先首脳会談、後の懸案妥結の順で、問題を解決しようとし、早期首脳会談を提案してきたという意味と読める。要するに、北朝鮮は、首脳会談の結果が、不透明な状況で、日本側の提案をすぐに受け入れるつもりはないので、プレゼントの包みを先に提示しろという、外交的な駆け引きをしているようだ。別の元政府高官は、北側の高位外交ラインの相次ぐ談話発表は、逆説的に北側が冷やさ首脳会談に関心があるという反証である可能性があると話した。ツンデレですか？ツンデレかな？すいません、弟って書いてありましたね。すいません、翻訳ミスです。はい、それではですね、こちらに対して、韓国の反応を見ていきたいと思います。メンヘラか。はい、めんどくせえ。これは泥棒に盗んだ品物を返してくれと言ってるのに、どうして執着するのかという格好だね。本当に非理想的な集団だね。中も外もどうしてこんなに非理想的なものが狂ったように騒ぐのか。220中も外、中にもいるのか。あ、大林、愚かな北朝鮮よ。日本が拉致問題の解決ができないのに、キム・ジョンウン氏があって何の利益があるのか、ちょっとは考えていきなさい。日本と首脳会談をして渓谷を裏切ろうとするのは理解できるが、君たちはとても愚かだ。71、え、なんで日本と北朝鮮が首脳会談すると韓国を裏切ったことになる？よくわかんない。日本は過去から今まで拉致問題を最優先に主張して接触した。ところが課外国である北韓の興味ないという発言、本当に呆れる。こいつらもメンヘラだな。典型的な共産社会主義独裁国家の偽装十策戦術、偽証十策、あるいは偽旗戦術、フォールスフラッグに違いない。簡単に言えば、クエックスのついた犬がぬかのついた犬を非難する、メクソ鼻クソを笑うの意味、おならをした奴が怒る、逆切れ、泥棒がかえって鞭を持つ、道理を破った人がむしろ自分で怒っていること。30、日本は本当に苦労が多いね。精神病者のような渓谷、北朝鮮を相手にして渓谷は竹島強奪で数十年間反日を操り、慰安婦徴用で喧嘩を売って、北朝鮮は朝鮮総連も許可して在日同胞たちを北朝鮮に送還してあげたが、幼い学生たち数百人を拉致し、本当に精神病の国を相手にするせいで日本は本当の苦労が多い。
イヌブター左遷は、ただソ連に食べさせたら全部ソ連の奴らの奴隷となったはずなのに。人も物質だと規定する共産主義者たちが、国民一人でも大切に思う自由主義を理解できないことは理解できるが、そのような共産主義に憧れる帝国の下一層派たちは決して許してはならず、共産主義者たちと連邦制云々する者は全て北朝鮮に送って、あ、これじゃないんだと後悔するようにしなければならない。自由によくして、よく食べてよく生きながら、どんな精神で北朝鮮に憧れているのか理解もできないし、このような者たちが権力を握るように放っておくパカになってもならない。君たちも大人になれ。お嬢さんも拉致して、料理人も拉致して、専用の料理人にして、料理人も面白いのが、北朝鮮から脱出してまた北朝鮮に行く、その他いろんな拉致があると思うけど、北朝鮮は反日とか言いながらもレクサスに乗って、ジョンウンの母方も親日派がいるなど、北朝鮮は帝国より日本との関係をもっと重要視したり、あるいは日本に対する憧れがもっと強いような気がする。でも日本との関係改善をしたければ、いっそのことキム・ジョンイルのようにお嬢さんが元気だと事実通りに話しながら対話をすればよかったのに、あまりにも厚かましいじゃないか。盗人だけだけしいにも程がある。01、傀儡国の嘘は分かってやれよ。ジョンウンの聖母が日本拉致被害者なのに対話するはずがない。01、最近帝国を南朝鮮、大帝民国、傀儡帝国と表現したことも、帝国を南進と朝鮮の統一の対象ではない帝国という独立国家を認めたことであり、帝国という国家を認めたということは、北朝鮮の独立と解放、すなわち米国日本との国交正常化の可能性が高まったことになる。01、はい、それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきたいと思います。はい、皆さんはどうお考えになりましたでしょうか。ただの逆張り言いたいだけじゃね。あ、絶対に漁夫の利を狙ってるな。北食料経済やばいらしいね。ロもドン引き。ロシアもドン引きするぐらい北がやばいってこと。おー、被害者返す意思がないんだろ。これは俺も理解できない。拉致問題に触れるなと言ってるうちは一切対話など試みるべきではないんだよ。ヨジョンちゃんと言葉の遊びしてるのにこっちに入ってくるな、わら。北は拉致問題は解決済みってスタンスよ。話にならない。平壌市内でも餓死者出てるらしいからな。まあ K は関係ないから黙ってろってことだから。また K 国が介入しなければならないという発想はやめろ。日本に来て拉致被害者に謝罪しろと言ってやれよ、わらわら。北側の拉致問題については南も共犯と思ってる。お前らんとこも拉致されてるってのに。共産主義を駆逐しなければならないというのは珍しく意見が合うな、わら。岸田は分かってるよな。いらんことするなよ。経済の本で北と南が仲良くするのがドイツやベトナムみたいに成長するのに必要だと言われているよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。